私今2人でございます。これだけのことになってるのは、ことの1面はね初見でやって、残りも初見で取ってきました。2面は初見で17個取った後の初見で残り13個取るっていう動画は全然成功しません。めっちゃむずい で何回も下見行って13個の場所を大体覚えたんですよね。大体覚えた時にこんだけ戦った傷跡が残って2人になっちゃったんですけど、でもまあこうやってやっていくうちにカービィの面白さを思い出したね。アルティメットやってる時も最初面白くねえと思ってやってて、クリアした頃にすっげえ頑張らなできるところまで行って、あ、カービィって奥深くて面白いなって分かったんですよね。でまた忘れてたのを今回のこれで、あ、ナミさんがオーバークック2やってる、あと5時間で、さっきねミー動画撮った時にあと5時間ですプラトゥー行くって分かったのに、今はかっこいいやろこれね。今みたいな、なんつうの、この、なぜこの今、杖のやつになってるんかっていうのをちゃんと考えながらあかん、考えながらいかなあかんってことが分かりました。でここにもなんで今、この光のやつがいなあかんのか、ちょっと待って、話飛んでるな。何やったっけ。で、まあちょっと話飛んだで分かんないんですけど、こういうところは、このね、たまたまクリアしてたんですけど、これ光にさしてくれんだろうか。光や、この光とか電気にしたらああやって爆弾当たるっていうのをたまたまクリアしてたけど、ちゃんと考えながらやると面白いなっていうのに気づかせてくれた。あとは俺のその下手くそな初見動画、そもそもこっちもこっちかってやる気ねえしさ、こっちかってやる気ねえしって言うなよ。あのあれどうだ、危ない危ない、あかんあかん、その状態でやってたカービィの動画なんかね、絶対低評価つくわ、低評価ついてもいいわと思ってやってたのに、なぜか高評価が先行してすげえいっぱいついてるって、しかも俺のいつもの動画の何倍もビュー数あるって、なんでなそれ、俺みたいな下手なやつのなんで見るん、わからんねって、それはオーバークック見てようと思うんですけど、なんでか知らんけどそんなに見られてる上に高評価までついてて、コメントまでいっぱいもらえてるんで、モチベーションが上がってやっぱコンプリートしようってなってるわけなんですよね。その中のコメントの中にこう100個集めると、ハートを100個集めると、今70個なんですけど100個集めるとシスターズ取れるよとか教えてくれたりとか、あとハートフルなゲームなのに謎解き難しいですよねとか、そういうコメントあってやる気になってきたっていうのが今なんですよね。だからみんなのおかげでカービィの面白さを再確認することができたなっていう風なのを喋りながらやっていきたいと思いますけど、全然初見じゃないです、ここから初めて、今までの動画全部初見なんですけど、3人しかいるのがおると思うんですよ、あ、2人しかいるのか、これは友達より先に行かないと友達はアホやで、あそこで当たってるんですよね、勝手に。だから先に行かないあいつら待って刺さったりするとかな、今も刺さったっけ、よくわからないから今みたいに早く行きましょうっていうだけですわ。で一番わからなかったのはここから先なんですけど、俺20分やったところがありまして、それはここです。あのね、鍵を上の方まで持っていくやり方全然わからんやんって言ってたページじゃないわ。何ページって。ウェブやりすぎやろ。ページがありまして、あれ何誰が出した何かもわからんやけど、ちゃんとカービィのさ、一個ずつの動きを覚えとくといいんですよ。今俺踏もうとしたのわかりました。この陸ってやつは陸海空軍の陸なんで、踏めるんですよね、敵を。俺知らんくて、それ。踏めるかなって、このゲーム自体踏めるかなって、踏めないなって、なんかやったことあったで、俺踏めないと思ったままやったんやけど、踏めるんですよね。それに気づくのに20分。次のここになります。ここな。マジでこれわからんくて、これ踏めたんですよ。もうマリオなんやって。これは3個やわ、星。星じゃない。ねえ、これマリオデッセの時もさ、星って言って誰かにバカにされたんやけどさ、この今度はハートも星っちゅう。って言っちゃうぐらいもう古い人間ですわ。ハートね。ハートはまあ昔からあったやろ、でも。の、ハートは昔から前からあったんやけども。ここに、今20個取ってるな。で、ここ、何やったっけな。ここね、ここ危ないよ。ほんと友達少ないから、絶対に友達を大切にしないといけない。床落ちてくるからさ。でもさ、奇数はもう48奇数あるから大丈夫なんですけど、あったかな、次1個だけ取ってないとこあったんですよね。あ、ここね、上から回ってこっからサッカー、こ
これは難しかったり、すぐ逃げろすぐ逃げろってやらないと友達がみんないなくなる。これやっと分かったの。 しかもあそこでのくぼみのところ、なんであそこのくぼみがあるかって思って行ったら、ハートが床にあるかと思ったらちょっと上にあるから今の位置から落ちた方が安いっていうのも3周目とか5周目やってると分かってくるの。そういう感じです。ちょっとなんかよく分からんけど、なんかのタイミングでこうやって出るんですよね。あれ違う、あれ2個出るんか、ここもう1回出たんですよね。何タイミング、敵倒したタイミングなのかな。あいつだよね、こうスペランカーの敵のパクリだよね、あの動き。あれあっちに出た。あ、今はほらブブブブブってなってるで、あ、出たね。で、22個、この技の強いことを知ったんですよ。これめっちゃ強い、マジ強い。めっちゃ強いと思うこのキャラ。でもサンマカンも強いよな。スマブラ出ちゃうからな。なんでスマブラのこの瞬間に出るんやろな、このゲーム。もうほんと時期ないやん、スマブラまで。だってスマブラとカービィってちょっと近いやん。だからカービィファンはスマブラもやるだろうから、このちょっとした時間で明日プレステもやんなあかんのに、11月30日にこのアプデがあって、今ちょっと先にちょっとお見せしちゃいましたけど、今の技が重要なんですよ。初めて知ったんですよね、それも。横 B、 このねプレステもやんなあかんやろ。ほんでこれね、俺ね真面目にさ属性とかも考えていかなあかんって言ってたやん。だからこの火のところ、まあ氷持ってこなあかんのじゃないかと思って氷でやろうとして、今のベロで倒せるっていうね。なんかすごい簡単なの、意外に。そこはで次も俺ほんと火持ってこなあかんっつって一回1面まで戻ったやんから、火ないっつって、火近くに置いとけよって言ってたんですけど、何のことはなくてさ、これ、横 B でいけたんですよ、これ。ほら。何のことはねえやろ、これ。あかん。何のことある、これ。で、しかも、これ1回目も行ってるんですよね、これ多分。助けられない、全然助けられないけど。あ、助けられた。痛い。でもハートが出てるんで何でか知らんけどよくわからん。これも、なんかわけわからんパンパンっていうのを技でできたし、ここも溶かすんかと思えば普通になんか横ビーでいけたっていう、なんかちょっと、あまりにも属性ばっかり意識しなくてもいいんじゃないかなっていうこともあるんですよね。任天堂がね、そこに必要じゃない、必要な属性が足りてないわけない。あれ？ちょっと待って、俺待ってる。あ、違う。あ、ボタン間違えてる。危ない。飛び方が変なのでわからなかった。ちょっと待ってやろう。今度、これどうやってやるんじゃない、上押せん。そうすると、ここで、今2個あったんかな ?25 個になりました。で、最後に3個あると。で、あと2個どこや、あ、これ合ってる。計算上今、いけてて、電車のところに1個。ありまして、で回復あったっけ、電車のとこに1個あったのと、中止よ、あの電車のとこに1個あったのと、電車乗る前のやつが一番わからなかったんてな。あれさっきも間違えて俺電車乗っつんで29個でクリアしそうになって、まあいいや2周目行くかっつったらボスでやられて取り直してます。うんこです僕は。ここの下にあったんですよね、これ。なんかちょっとマリオっぽいね、ここのあり方はね。ここのあり方はちょっとマリオとかゼルダっぽいですよね。カービィのあり方ってあんまりゼルダっぽくなかったりするんですよ、謎解き。あれ友達が欲しい。でこの電車が難しいんですよね。あれをしないといけないですよね。時間ずらしを。今俺なんであの画面ってホームボタンとプラスボタン間違えてないけど、ここで一回ね、飛んだりして遅くしとくんすよ。じゃないといけなかったりするんですよね。なんかよくわからんけど、多分これ2回ぐらい飛んどこうか。しかもジャンプできるの知らんままやってたからね、前の時。ジャンプで取って、ここはそのまま行く。
もう一回ぐらい遅くしとくよ。もう一回ぐらい今遅くした状態で。あかー、難しい。違う違う、僕ボボンじゃねえって。俺さっきなんであの画面になったの。ボボンボボンじゃないって。そうや、さっき右のフレンド申請動画、承認動画撮ったらさ、その次にさ、もうすぐにフレンド申請来たんやけど、多分それ見てくれた人がいるんでしょうね。カービィで新しい友達が増え、フレンズが増えてきてるんで、奇数には本当にこだわりがないぐらい52キロもあるんで余裕で喋りながらやってるんですけどね。ジャンプ全然してない。あ、全然してない、ジャンプ、あかん。一回で行けた時もあったんやけどな。難しい。多分フレンズっていうか YouTube の視聴者さんが増えてくれてるんで、その人たちで今までフレンドになってない人には、あのフレンド承認の時何やあれって言って見てくれた人たちが入ってきたんでしょうかね。なんかそれとか知らんけど、承認の儀の動画をアップした瞬間に、あかん、押してない。これなんか考えすぎてできんな、これね。わざとやられないと、あの強制スクロールになるから、やり直さないとボスを倒さないと、もしくはリセットしないとここに戻ってこれなくなると思う、多分。だから今みたいにわざとやられないといけない時が来ると思います、多分やけど。違ったらごめん。いいね、これ。あえてわざとずらすんかな、よくわか、合ってるかな、合ってるかどうかわかんないよ。で、このままこうやっていけば、3個あるはずやで。やったー。ついにやっと3個取ったわ、この面難しかった。ただボスを倒せないですけどね、俺は。苦手なんですよ、ボス倒すの。もしメタナイトにすればよかった。でこれ違うな、カブトムシでいかんな。何が強いか分かんないんだけど、人です。え、今30個なってる、左上。あ、なってるね。やったー、30個きたー。これほんと難しいゲームですわね。俺は何がいいやろ、これコールでいいんかい。何が強いんか分かんないんで、そのまま行きましょうか。とりあえずここまで来ちゃえばもう56キャラでいつかは倒せるってことで、適当にやります。はあ、これハート難しい。あと防御すら俺は知らなかったです、このゲームに防御があること。多分アルティメットをやってた時は知ってたやろね。でもまた忘れて、楽しさも忘れてたという通り。これも防御があればな、なんとかできるんですけど、逆に言ったらさ、俺初見動画で一回これクリアはしてるんだけどね、ランクが悪いとはいえ。その時に俺防御一回も使わずにクリアしてたんで、ちょっとこげてもらえるんですね。逆にすごくない？それ一回も、どこにいるの俺。友達が激しすぎる。あれ？俺？これね、星のが強いわ。氷のやつより。星を食べた方が強いわ。で、しかも防御中にさ、来るってなれんかったもん。あいつ。ガードしておきましょう。これはこれもガードしたらここに星が出てくるの食べれるんですよ。ポケモンやってる帰る。よし、みんな M1 見てないな。もう M1 終わったか。これもね、星を防御した後星食べれるんやっていうのが分かったんですよ。星っていっぱい食べると強いね、多分ね。あれ？あー、当たらなかった。あ、来い。やばいかもしれん、俺。
丈夫？パリンって何のやったっけこれ。取りづら？あかん。みんな頑張れ。みんな頑張れ。これあかん、これ全然気が利いんかもしれん。あかんな俺。これっていうか俺のメンバーが弱いんじゃない。メンバーのせいにすんなよ。これ無理やな俺多分な。あかん、倒せんのやな俺。下手やわ。でもまあ30個取ったからいいんです。これね、なんか得意なやつとかいるんかな。いるやろな。ちょっとメンバー弱くない？誰が強いかもわからんねんけどね。結局雲属性、雲は雨やから光か。光がいいんかな。光になろう俺。光っていうかその電気いるっけ。電気なんていないやん。電気、これ電気、あ、これ電気や。行こう。え、これ電気、これビームやな。これ電気じゃねえ。しまった。でもなんかこっちの方が強そうや、アイスより。キャラ多すぎてわからんねん。スマブラの方がキャラ好きやわ。スマブラってキャラ立ってんな、それ考えて。これ続けてるキャラはそんなに知らないけど、スマブラのキャラは全部知ってる。シモン使いたいわ。シモンじゃねえか。めっちゃ弱いな俺。でもめっちゃ強い人がいる、誰か知らんけど。俺も強い、俺も強い。あ、俺も強い。これ強い、ビーム強い。ビーム強い。角度いい。角度はめっちゃ雲用。雲用やわ。雲用です、私。あ、雲用はムチ、指紋使いたいって言ったら本当にムチみたい。うわ、ビームもすごい。雲用さ。めっちゃいい、めっちゃいい。これビームやぞみんな。分かったぞ、ビームやぞみんな。ビームを斜め下にしか出せんねんけど、私。あっ、あかんビームあっち行った。ちょうだい、ちょうだい。ビームちょうだい。返して。もう倒せるな、これは。あー、ビーム壊れた。いいや。あー、なんもしてない、俺。これみんな、ビームやぞ。なのにみんなに教えて、しかもビームになってねえし、単なるカービィなのにビームやぞって上から教えるっていうね、そういう感じにしておきます。よっしゃ、でも一応コンプリートはコンプリートやから。あ、 ちなみに何回もやり直してるうちになんかいろんな絵完成してるんで、この絵はできてないほど上手いってことやね。そういうことが分かりました。ありがとうございました。